Hello everyone, this is Rebecca from We Express TV again, and today we are going to actually test how many points Japanese native are actually going to get from the JLPT N1 test. So I think N1 is actually a really big challenge for a lot of us who are learning Japanese at the moment. But as you know, Japanese people are actually, a lot of people say that for JLPT N1 is only towards like elementary school or middle school level Japanese. So let's see how like many points the Japanese native would actually get from JLPT N1, and also test a little bit of my Japanese level as well. Let's get it started. そうですね、今日使わせていただいているのが公式問題第2週の2018年版なんですよ。で、私が受けたのも実は2018年版なんですけど、全然1ミリも記憶ないのでご安心してください。本当に何も覚えてないです。ちなみに私がこの2018年の JLPT の N1 を取る前に1ヶ月だけ勉強しましたけど、その前にももう何年か勉強しましたので、ちょっと一般的にはちゃんと勉強する方がいいかなと思います。はい、でこの内容としては模試と語育の問題になりますね。じゃあ始まりますか。やりましょうか。やりましょうか。はい、じゃあスタート。怖いね。鹿島さん、内容的にはどうですか、日本の人から見ると。これいけるんじゃないか。ちょっとおおお、これも出てくるんだっていう問題はあります。あれ、レベッカさんは苦戦してますか。いや、苦戦してないです。なるほどね。結構面白いですね。普通にも間違えそうになる、ちょっと。これ結構真剣になっちゃう。そう、私さっき正解分かったのに違うボタンを押しました。集中しないとちょっと間違えちゃう。カタカナ用語も出てきました。カタカナ用語、はい、漢字だけじゃなくて和製英語ですね。和製英語ですね。和製英語、はい、和製英語難しいな。和製英語の意味は若干本当の英語と違うじゃないですか、うん、でなんでそこがまあ分からないのもあるかも、いるかもしれないですね。あれ、ちょっと怪しいの一個来た。いや、ちょっと待って、私も怪しいの一個来た。怪しいの来ました。ちょっと間違えそう、これネイティブの、ネイティブの意地を。ちょっとこれ違う、間違えそうですね。でも初めてこれ見ました。あー、間違えましたね。間違えました。私今、セーフでした。今結構やばかったやつ。ちょっと私、やっぱ苦手なのがちょっとある気がします。同じ話してます。ひらがな苦手かもしれないです。漢字は全然いいんですけど、おお、よかった。よかった。こういう問題もあるのか。また難問が来ました。それちょっと、そうですね、ちょっと集中します。何の問題。終わった。思ったよりも結構やばかったかもしれないです。これは難しいんじゃないかな。N1 ね、N1 難しいよ。なんか分かるような分からないようなものがあるじゃないですか。おお、こんな問題くんのみたいな、これかみたいな。まあ実際に穴に使ってるものもあるんですけど、あんまり使わないものなんですよ。お、取れました。川島さんは、はい、ということで、では何点ですか。てる100点。さすが、取れました。よかった。何ていうの、そんなによくそんなによくなかったんですけど合格しました。よかった、合格した。ちょっと迷ったのもあったけど。ちなみに迷った問題どんな感じだったんですか。金金の意味ですかね。あっ、私もそれです。すごい。金金お会いしたいと思っていましたみたいな。金金の意味は何でしょうみたいので、まあ以前からっていうのが正解ですけど、ぜひとか、はい、なんかそのそれっぽい、なんかぜひお会いしたいと思ってましたって言い換えられちゃうから、あれなんだっけ。そうですね、ちょっと当てはまっちゃうって思って、ちょっと一瞬で迷っちゃいました。そう、私今思ったのが、ひらがなと漢字の意味が分かるのに、
読み方がわからないんですよ。あ、多分なんか中国系 の中国語が喋れるあの、まあ、中華圏の方に対しては漢字はわかるんですよね。だ意味はわかるのに、うん、読み方がわからないのが結構多いと思う。で最後の難問が結構漢字の方が多かったじゃないですか。それは結構シュシュシュってなんか早く解けたんですけど、うん、何が難しい？廃れて。あ、廃れてね。はい、廃れては意味はわかるけど読み方が知らなかった。で、あとは何だろう、金がね、私も間違ったんだけど、野菜の味が染みて柔らかくとても美味しかった。私は溶けて柔らかくって思ったんですよ。柔らかくだから溶けたかなと思って、あ、じゃあなんかそういうなんかちょっと副詞っぽいのが難しいのかもしれないですね。うん、金がねとか味が溶けて柔らかいのか味が染みて柔らかいのかが難しかった。うん、と今度は再挑戦できればと思います。意外と難しいですね。難しい。いや、ちょっと悔しいですか？いや、悔しいっすね。外国人は舐めちゃあかんと思って。本当に。ちょっと悔しいっす。私はひたすら安心しました。セーフでしたね。まあまあまあ、外国人なんで日本もわからないのは当然だよ。当然で。はい、ちょっとやってみましたが、意外とまあ難しいというところがあって、まあ皆さんまた今 JLPT を勉強してる方々がいらっしゃったら、まあこういうね、あのオンラインで、あの下の、 あの概要欄で、貼っておきますので、まあ、これで一緒に勉強しましょう。私も頑張って、あの苦手のひらがなとか漢字の読み方を乗り越えようと、あのしますので、一緒に頑張りましょうので、はい。じゃあ今日の動画も好きでありましたら、まあ、登録といいねお願いします。またご視聴ありがとうございました。バイバーイ。